まだ何も自分のビジネスを立ち上げてない方がですね、二つ目の前に選択肢があったときに、どちらから始めるかっていうね、ところでお話したいと思うんですけども、はい。ね、一つは自分の才能を発揮できるビジネスを取り組むのが先か。はい。もう一つは自分の才能関係なく、啓太式のように誰しもができるビジネスを取り組むのが先かっていうところですけども、はい。まあ、啓太さんだったらもしも何の知識もない状態だったらどっちから始めたくなりますかね。僕はやっぱり自分の才能を生かしてやっていくことをまず最初にやっていこうかなと思ってます。はい。そう思っちゃいますよね、ついついね。はい。はい。はい、思っちゃいます。何も知らない状態だったですね。で、これやっぱり大多数の方々、世の中のね、やっぱりこの二択が目の前に選択肢として出現した際ですね、はい、どうしても人間のこの習慣的に自分が今まで使ってきた、そして他人から褒められたこともある、この才能っていうのを発揮できるね、はい、ビジネスの方を選択肢してしまいがちになると思うんですよね。はい、で一見すると自分の才能って、周囲と比較した際、やっぱり優位性があるって自分で認識、判断できていることだと思うんでね、はい。こういう根拠から、じゃあ自分の才能が一旦なくこの発揮できるビジネスの方が有益であると思ってしまうと思うんですよね。はい。はい、でもまあね、それが仮に目的基準が好きや得意を仕事に自己満足に至りながら趣味と実績を兼ねてみたいな的なものだったとしたら、まあその自分の才能を発揮できる方がね、満足感っていうのを得られるのかもしれないですけど、でも仮にこれが年収アップしたいだとか、あとは金融資産5億円を目指したいだとか、こういう具体的な目的目標がある場合っていうのは、まあ実はその安易な決断が後からお金持ちになるための障壁になって、自爆的に自分の経済的成長にブレーキをかけることにつながってしまうっていう分析ができるわけなんですよね。はいはいはい。なんでかというと、やっぱりこの自分の才能を発揮できるビジネスって、やっぱりケイタさんも今までね、物販を始める前にアフィリエイターなどっていろいろ挑戦してきたと思うんですけども、はい。ね、はい。で、その中で結果的に自分には才能なかった。そうですね。そうですね。僕はなかったです。はい、YouTuber とかそういうのできるわけではなかったね。はい。うん。いうところで、あれなんですけど、まあ、それがある意味ラッキーだったんでね、ケイタさんも。そうですね。はい。だと思いますね。はい。やっぱりこれ、中途半端に才能ある人って、やっぱり自分でその才能を発揮できるビジネスをやっちゃうじゃないですか。はい、そうですね。はい。でも、この才能ビジネスで、じゃあ売上利益に立った後ですね、じゃあそれをさらに拡大しようとしたときに、はい、じゃあ自分以外の第三者に才能ビジネスでお仕事を任せることができるかどうかって場合、めちゃくちゃ難しいですよね、これね。難しいですよね。はい。うん。はい、じゃあまず、自分と同じような才能を持った人材をね、これを確保すること自体ってすごい難易度高いじゃないですか。はい、才能ですから、だって、希望なわけなんですよ、はい、その才能ってね。ってことはいないわけなんですよ、だから。もしかもすでにやっちゃってるんですよ、自分でそういう才能ですね。そうですね、やっちゃってるだろうし、まあそういう人見つけてきたらお金も高いでしょうし。高いでしょうね。はい。簡単じゃないですよね。うん、はい、簡単じゃないですね。ほら、上場企業とかだったらそういう人たちがどんどん集まってくるんで、ね、はい、また別だと思うんですけど、僕たちみたいな中小零細のところにわざわざ来るかって才能を持ってる人が、いや、ありえないと思ってるから。はい、ありえないですね。うん。よほどの給料出さないとメリット感じない。ね、はい、じゃあ、ね、逆に、じゃあ、凡人雇用して、自分の才能とやらを伝授しようとしたら、はい、これ一体その継承とか育成に何年かかったんだっていうのが怖いですよね、これね。そうですね。はい。しかも、じゃあ、それ一生懸命やったところで、年月やっても、はい、本当に継承育成できるかどうかも分かんないじゃないですか、才能ですからって。分かんないですね。はい。可能性は高いっていう。うん、そうですね。そうすると自分以外普通にあるでしょうし、はい。そうすると自分以外の第三者のお仕事を任せるっていうのは才能ビジネスめちゃくちゃ難しいんですよね。そうですね。はい。で、自分が人的資本、この時間と労力っていう、ね、これも実は投資ですからね、自分の知的資本も。はい。はい。これを費やし続けることでしか売上利益って上げられなくなってしまうっていうことで、で、さらにはビジネスを一度稼働させて、逆に売上利益として軌道に乗ってしまった状態から、じゃあそこのタイミングから、じゃあ才能がいらなくてもいいから、できる物販ビジネスを始めようっていうね、ケータ式を始めようってなった時に、これ結構大変だと思うんですよ。そうですね。だって自分が人的資本、時間と労力を投下しながら多忙な毎日を送り続けないと、はい、どっちの既存の生活費っていうのは上がらないわけですからね、既存の。そうですね、そうですね。はい。ってことは、その空いた隙間で、もうぐだぐだに疲れた後で、副業としてこの携帯式を始めることっていうのがね、やっぱ余儀なくされてしまうじゃないですか。そうですね。ほら、サラリーマンでも、ものすごい多忙な方が携帯式を始めようとするのと、まあ似たような状態ですね。似たような感じですよね。はい。そうすると、結果的に難易度はね、ものすごく高くなってしまうんじゃないかなと思うんですよね。はい、そうですね。まあ、やってることは簡単なんですけど、そもそもやっぱりリソースがないっていうところ、もうリソースがなくなっちゃってね、自分の人的資本っていうところでね、はい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 、やっぱり自営業者として、例えば世帯金融資産5億円を目指したいっていうね、そういう取り組みを開始したいんだったら、はい、やっぱりまずは携帯式とか、はい、この自分の才能関係なく誰しもができるみたいに取り組むことからスタートした方がいいと思うんだよね、はい、そうですね。で、本当にこの根拠は、この手の携帯式みたいな物販ビジネスだったら、一度稼ぐための要が分かってしまったら、A から Z に至るまで、在宅外注スタッフレベルのコストの安い実態にお仕事を任せることが可能じゃないですか、A からね。あ、そうですね。はい。で、現に、ケイタさんもびっくりしたら、やっぱりね、はい、年間3億円、利益にすると6600万ぐらいのケイタ式ビジネスをやりながら、月々の人件費で合計でも50万いかいかないかみたいな話になってね。そうですね。本当に100万はいかないので、本当50万前後って感じですね。はい。そうですね。うん。はい。だから自分が一度理解した部分から、どんどん在宅ワークのスタッフの仕事を任していくと。ね、で、さらに売上利益を伸ばしたければ、その在宅ワークスタッフの人数
で言うと労働時間を増やして作業量を単純に高めればいいだけじゃないですか、これで。ですね。はい。これを地道に行うだけで売上利益を高めてくれることが可能になるんですよね。はい。そうですね。はい。まあ、当然、物販ビジネスであっても、まあ、昔のケイタさんのようにね、自分で全部やっちゃったら大変だと思うんで、これ、はい。ね。そうですね。自分だったら多分、そこまで売上も利益もいかないでしょうかね。そう。ケイタさん、現にほら、サラリーマン時代に1回、ケイタ式で月賞400万で行った、はい、でも外注スタッフゼロの状態で全部自分でやったと。ね。そうですね。朝まで梱包してましたからね。そうするとね。サラリーマン時代にそれやっちゃったから、はい、もう恐ろしいことになっちゃうね、はい、それね。そうですね、玄関から家の中に入れなかったので、はい、まあ、そういう意味だとやっぱり、はい、物販ビジネスを自分一人でやるっていうのはなって思ったし、ね、そうですね、はい、だからやっぱり自分が理解できたところからどんどん外注スタッフを渡し続けるっていう夢だと思うんですよね。そうですね。でこれさえできれば物販ビジネス形態式でこの売上利益高めすぎるかといって、はい、じゃあ自分が統括でき、はい、自分の人的基準時間と労力高まるわけじゃないですよ、別にね。そうですね、はい、今のケイタさんだって全然この3億やりながら時間かかってないわけですよね、はい、逆に時間は全くかかってないですね、はい、メンバーでも1000万とか毎月やってる人でもそこまで時間かけてないですね。逆に売上上がってる人の方がかかってないっていう。かかってないですよね。はい、はい、在宅ワーカーとかにね、全部ぶん投げてるね、はい。はい。そうですね。はい。じゃあそうすると、売上利益が高まっても、自分の時間と労力、はい、ね、この自由を確保することができるわけじゃないですか。ね。そうですね。はい。はい。じゃあこの状態まで到達すれば、第二のビジネスとして、新たに自分の才能を発揮できるビジネスで取り組むのは問題ないと思うんですよね。そうですね。はい。うん。もうすでに、物販の方で売上利益が上がって生活できる状態でもなってるし、うん、安心感がある状態なんで、思う存分自分の才能を発揮することができると思うんですね。はい、ですね。本当そう思います。うん。こういうことを考えていくと、やっぱりじゃあ自分の才能、ね、が使えるビジネスと、そうでないデータ付きとって目の前にあったとき、まあ、通常の人だったら、この自分の才能ビジネス選んじゃうと思うんですけど、やっぱり僕たちのおすすめっていうのは、ね、結局は才能のいらないビジネスから始めた方がいいですよって。そうですね。はい。自信を持って言えますね、これね。いや、本当そうですね。今の話聞いて、納得されない方はなかなかないと思うんですけどね。はい。はい、両方結局、結果としてはできますからね。はい。ですね。で、5年後、10年後の結果が全然変わると思いますね。そうですよね。はい。ということで、幸い才能がなかったからたまたま物販からでしたけど、選択肢がなかったっていう、はい、選択肢がなかったっ選択肢がなかったですけど、まあ、選択肢のある羨ましい方も冷静に考えてみられると本当にいいと思うんですよね。そう、今ほとんどの人はもう逆転してる人だって言ってもね、はい、そうですね、まあ、もちろんね、才能でものすごく飛び抜けてて日本で行くのみたいな感じになれば、はい、ね、圧倒的にそっちの方が言う人もいるけども、こんな人ってどこにいるんだって話だったら、ね、パーセンテージでしたら、ね、はい、サッカー選手で、はい、トッププロになりましょうみたいな話だからはい、まあ、そんな人はまあそれでいいんじゃないですかっていう感じですもんね。そう、サッカーではさ、450万人いる中で何人いるんだってやつね。ですよね、はい、うん、で物販だったらね、凡人生まれ凡人でもできますんでね、別に才能があってもね。そうですね、こういう天才的なものになるってね、はい、ということで2択になった場合はまずは才能でいらない物販ビジネス形態式から始めましょう。